んにちは、シュンクッキングです。今回ご紹介するレシピは、材料たったの3つで作ることができる、油を一滴も使わないさつまいもチップスの作り方です。大きなポイントは、油で揚げずにレンジで作ることができます。ただ並べてレンチンするだけで作ることができますので、とても楽で簡単に作ることができます。細かいポイントは動画で説明しているので、ぜひ最後までご覧ください。それでは作っていきましょう。さつまいもは皮ごと使うので、しっかりと洗ってください。端は硬いのでカットしておきます。さつまいもを薄くスライスします。加熱ムラがないように均等な厚さにしてください。5ミリぐらいがベストです。こんな感じでできたら OK です。水にさつまいもを入れて5分から10分アクを抜きます。キッチンペーパーを用意してさつまいもを並べていきます。水分が飛びやすいようにしっかりと拭き取っておきます。残りも同じようにしっかりと水分を切ります。こんな感じできたら OK です。耐熱皿にクッキングシートを敷いてさつまいもを並べていきます。こんな感じできたら加熱します。水分が飛んでカリカリになったら OK です。容器に移しておきます。残りも同じように並べて加熱していきます。柔らかい場合は追加で30秒ずつ加熱してください。カリカリになったら OK です。フライパンを用意して蜂蜜を入れます。とろみが出るまでじっくりと煮詰めます。少しとろっとしてきたらさつまいもチップスを入れます。ムラがないように素早く絡めていきます。お好みで黒ごまをかけると本格的に仕上がります。軽く混ぜておきます。お皿に盛り付けます。
完成しましたさつまいもチップスです。いただきます。ねっとりパリパリ食感で、蜜の甘さとさつまいもの香りが良くてとても美味しいです。今回の作るポイントは、加熱ムラがないように均等な厚さにスライスしてください。そしてレンジで加熱するときは、焦げないように様子を見ながら加熱してください。ただ並べてレンチンするだけで作ることができますので、ぜひおやつに作ってみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。